大鉄十字聖章は、プロイセン王国における最高位の軍事功労賞である。その後、ナチスドイツでも制定されたが、受賞者はいなかった。1813年3月10日に制定された大鉄十字聖章は、プロイセンに対し最大かつ敬服すべき、軍事的貢献をした者のにのみ贈られた。ドイツ統一後は、他の鉄十字章と同様に、 皇帝がプロイセン国王の資格で授与することとなった。しかし、受賞資格があまりにも厳しく、過去、実際に受賞したのは、ゲプハルト・レベレヒト・フォンブリュッヘル陸軍元帥と、パウル・フォン・ヒンデンブルク陸軍元帥の二人だけであり、一世紀に一人しか受賞者が出ないほどであった。1939年、ナチスドイツで制定された大鉄十字聖章は、ドイツが 第二次世界大戦で勝利した際に最も活躍した軍人へ授与する予定であった。しかし1945年にドイツが敗戦したため大鉄十字聖章は幻となった。帝国元帥であったヘルマンゲーリングは大鉄十字章受章にとどまっている。現在、ナチスドイツの大鉄十字聖章はアメリカ・ニューヨーク州の陸軍士官、学校附属博物館に保管されている。 アドルフ・ヒトラーと握手をするヒンデンブルク。彼が左半身真ん中あたりで廃用している勲章が大鉄十字聖章。アクシズ・ヒストリー・フォーラム。2007年6月12日へ閲覧。ありがとうございます。